皆様こんにちは。NISA 口座の開設方法についてご案内いたします。本動画では楽天証券の総合口座をお持ちで、すでにマイナンバー登録があるお客様向けの内容となっております。まずは楽天証券にログイン後、左上メニューをタップ、 NISA のページを開きます。 NISA 口座の申し込み画面から初めて開設するをタップ、次にご登録の情報と NISA 口座開設の流れを確認し申し込むボタンをタップ、続いて NISA 口座開設に必要となる本人確認書類のアップロードを行います。ここでは例としてその場で書類を撮影してアップロードする方法を紹介いたします。まずは表面を撮影します。同様に裏面を撮影します。最後にアップロード画像や個人情報を確認して登録するボタンをタップ、 NISA 口座の開設手続きの完了です。申し込み後税務署審査があります。ここで問題なければ NISA 口座開設の手続き完了メールが届きます。楽天証券の場合、最短当日でお取引が開始できます。